沢アズアズ AZ でアズです新潟のホテルに忘れた財布を今君に持ち帰ってくれありがとうございます。申し訳ございませんでした。すいませんでした。ごめん。ルキ君がサインを書いております。一書き2万円です、ルキ君は。やめろ、ルキ君より。あいぶ何書いてるんですか？うるせえな、このボケ。はい、プライベートね。こんな口調ということで、うるせえんだよ、さっきからおめえはよ。ほぉ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  H ぉほ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 ぉお前さ、そういうの笑えないの多分引くぞ。いや、そんなことないです。これうがい薬なんで。ノードラグノーと言える勇気を言っといてもいい。お前もはい、そんなとこで打ってねえで、ノーと言える勇気をください、やめらんねえの。あーですね、今日終わったら金沢から富山まで約1時間かけて行くんですけど、ね、その関係ないぐらい、あまりよいよ、シャドウの頭は昨日と同じ感じで絶対椅子が外れるなんてみたいな、ありえないみたいな。自分の中でドラマっていうものはすごくこう落ち着いてなきゃいけない。常にどんなことがあってもメンバー全員の音が一気に途切れてもドラムだけはうろたえずに叩いてなきゃいけないっていう自分の中でのこう理想像っていうんですかね、そういうのがあったんですけど、機材トラブルといえどもあそこでやっぱり曲を頭の中で常に追っていって冷静にまた元に戻って立て直すことをしなきゃいけない一番の人がドラマーなのにっていう、それ日記にもオフィシャルホームページの日記にも書いたんですけど、あれはもう二度と
ああいうことはしたくしないようにしようって思って。調子はどうですか？最悪。最悪？声出ない？頑張って。はい。始まりました。これ酒。お酒。お酒を学んでいこうコーナー。お酒を学んでいこうコーナー。ライブ前にね、こんな品種でね、ことやってるのはあれなんですけど、今日いただいた、はい、モエシャンドン。これちょっと味見してみようかなと思って。お酒が結構、浦和さん的には結構こう毎回こう、たしなむ感じなんですか、ライブ前は。まあ、もらえれば的な。ああ、なるほどなるほど。いただきます。はい。なんか、ファンメールとかでたまに来るんですけど、なんかそんな酒とか飲んでるようなふざけたことをしてるんですかみたいなとか。やっぱ、俺もそれはあるんですけど、やっぱなんかあんまりその遊びでやってるわけじゃないし、ふざけて酒飲んでガーってやってるわけじゃないんですけど、やっぱそれライブにその普段のテンション持っていくわけにはいかないじゃないですか。やっぱ常にハイでありたいし、でも結構それが難しくて、それでやっぱこの一人になるときにこのコントロールしようとするんですよね。なんかもっとこう落ち着いてちょっと気分を上げて、でも冷静でみたいな。やっぱそんなフラフラになっちゃったらダメだけど、やっぱ気持ち的にちょっと上がるぐらい、って言ってこうちょっと自分のテンションのコントロールがうまく難しいんで、やっぱ、まあ、お酒に頼ってるわけじゃないんですけど、やっぱね、そういう上がってる楽しい、自分が楽しんでないとやっぱ楽しさを伝えることができないと思うんですよ。
やっぱこう三重県っていうのはあんま来ないんですよね、やっぱそういうアーティストだったりっていうのは。うん、その中で、うん、自分がその過ごしてきたところでライブをできるっていうのはやっぱ嬉しいですよね、単純に。うん、東京行く時にもこういつかやりたいなと思ってたんで、うん、一つ夢が叶った感じで。楽しいな、うん、出るのやめる、やめようか、やめようか、止めて止めたら一つ、じゃあ撮影回して行きましょう、行くわ、帰った、あー、周りがそのやっぱ三重県はなんていうんですかね、ちょっとでもこう俺を前に出してくれよっていう気持ちは嬉しかったですよね、やっぱ、うん、他のメンバーだったりスタッフさんとかだったり、うん、そうですね、だから多分いつもだったら若干不機嫌になっちゃうかもしれないぐらい手間があったんですよ、動けないし、うん、でその中でもこう気持ちよくできたかな、また行きたいぞみたいな感じ。そうですね、MC を全部あー、ようかなんです。お前ほんと急すぎるよこれは